はい、札幌から北にかけて、うん、民主党の石川議員はじめ小沢幹事長の、秘書だった方が3人、逮捕され刑事逮捕されました。受け止められるんでしょうか。あの強制捜査について秘書だった国会議員の逮捕という事態は極めて深刻な状態だと思います。それでこの小沢さんに問われている疑惑というのは政治資金収支報告書の虚偽記載というだけではなくて、例の陸山会の土地購入の4億円の原資が何だったのかと、結局この原資の中にですね、ゼネコンからの闇献金が入っていたのではないかという深刻な疑惑が問われているわけです。ですからこれだけの重大な疑惑に対して放火塗りを続けるということは絶対に許されないと、まず小沢一郎幹事長自身がですね、国民に対してきちんと説明責任を果たすということを強く求めたいと思います。それから民主党内からですね、ここまで事態が深刻になっても自ら党としての自浄能力を発揮せよとの声が表立っては聞こえてこないということも異常なことで、民主党は党としてこの事態にどう対応するか問われているということを強く言いたいと思います。で、鳩山首相の疑惑も含めてですね、2人の最高幹部の疑惑について党として調査をし、国民の前に明らかにする責任があるということを強く言っておきたいと思います。私たちはこの問題、非常に重大な事態に進展してきたと考えております。で、小沢一郎氏の疑惑については、ゼネコンからの闇献金が原資だとしますと、これは国民の税金の一部が流れていたということになるわけです。それから小沢氏をめぐる疑惑については、新政党あるいは自由党を回答した際の政党助成金を含む資金の使途が不明になっているという問題もあります。で、国民の税金が、関わった疑惑なわけです。ですからこういう問題をですね、曖昧なままにしてですね、税金の無駄遣いの一掃といってもこれ虚しいだけですから、ですからこれは本当に民主党が厳しくこの事態に対する自浄能力が問われているということを強く言いたいし、私たちは国会でこの問題を厳しく追及していく決意です。民主党内から、はい、その小沢さんの幹事長は辞任せざるを得ないんじゃないかというような感じで始めているんですが、そのあたりについて話します。幹事長を辞任するかどうかというのは民主党内部の話ですから、それは民主党が決めることですけれども、やはり国民にきちんとですね、真相を話すということを求めたいと思います。